ブルーズロイヤルズ、ブルーズロイヤルズ、ザ・ブルーズロイヤルズ、ロイヤルホースガーズファーストドラグーンズは、ロイヤルホースガーズと第一ロイヤル竜騎兵が統合されてできた、イギリスの騎兵連隊。ブルーズは、ロイヤルホースガーズ、ロイヤルズは、第一ロイヤル竜騎兵の通称であった。ライフガーズ連隊を構成する。ロイヤルホースガーズは1650年に、 オリバー・クロムウェルが創設した強行騎兵連隊、レジャミント・オブ・クワイ・ラシアーズが1660年を征服後により、ロイヤル・ホースガーズ連隊、ロイル・レジャミント・オブ・ホースガーズ連隊長の名前から、オックスフォード博連隊、R ・オブ・オックスフォード、S ・レジャミントとなった。この時の制服の色から、オックスフォード・ブルーズの通称がつく。この頃は、 第一騎馬隊とされていたが、1746年に、ロイヤル・ホースガーズ・ブルーズと改名され、1821年、王室騎兵隊、ハウスホル・キャバルリーの一員となり、ロイヤル・ホースガーズ、通称ブルーズ、ブルーズとなった。第一ロイヤル・流騎兵連隊、通称、ロイヤルズは、タンジールへ派遣する、タンジール騎兵隊として、1661年に、 旧王党派の兵士を集めて設立された。後に連隊に拡大され、1751年代、1ロイヤル竜騎兵連隊となった。1969年、ロイヤルホースガーズと第1ロイヤル竜騎兵が統合されて、ブルーズロイヤルズ、ブルーズロイヤルズとなった。連隊のカーネルインチーフには、歴代君主が就任し、名誉職の連隊長は、 通常陸軍の将官が務めるが、1998年、イコーアン王女が連隊長を務めている。当連隊は3個中隊編成で、2個中隊は、ライフガーズ連隊の2個中隊と共に、王室機兵連隊を構成し、FV107 シミターなどの装甲戦闘車両を用いて、第16航空教習事団を含む、第3師団に対し装甲偵察能力を供給する。 ことを任務とし、残りの一個中隊は同じくライフガーズ連隊の一個中隊と共に王室機兵場バレンを構成し、主に議場兵としての任務を行う。やや煩雑な編成であるが、これはイギリス陸軍の縮小後も各連隊の長く、そして独自の伝統を守るための措置である。また、王室機兵隊自身が、ザ・ベスト・オブ・ボース・ワールドと歌うように、戦闘任務と、 議場任務は連隊にとってどちらも最重要任務であり、どちらかの任務が片手間であるようなことは決してない。ブルーズロイヤルズ連隊は上記の通り機構部隊の性格を持つが、王室機兵隊自体が、格式上は軍団と同格であるため、王室機構軍団には形式上所属していない。ライフガーズか、ブルーズロイヤルズに勤務するためには、 基本軍事教育、兵の場合は12週間を受けた後、王室騎兵連隊要員は、戦闘装甲車両操縦者の教育等を受ける。王室騎兵乗馬連隊要員は、乗馬学校において16週間の乗馬教育を受ける。その後、ライフガーズ連隊か、ブルーズロイヤルズ連隊に配属される。王室騎兵乗馬連隊として、騎乗任務をしている騎兵であっても2年間勤務した。 あとは一旦、議場任務を離れ、戦闘走行車両の教育を受けて、走行偵察任務に着かなければならない。英国では、真の騎兵隊員は乗馬と、走行偵察の両方の任務について精通しなければ、ならないと考えられているからである。王室騎兵隊の名称は形式のみのものではなく、現在においても王室の護衛は、極めて重要な任務であり、ウィンザー城、または、 バッキンガム宮殿に危険な事態が生じた場合は、いつでも緊急出動が取れる体制が整えられている。実際、ウィンザー城火災の際には、ブルーズロイヤルズ連隊の部隊も消火活動の支援に当たっている。王室警兵隊には、軍装がおらず、歌詞館はすべて伍長であるなど他のイギリス軍部隊とは、異なる階級故障と階級賞を用いることで知られている。なお、 王室騎兵隊の歌詞官が全て個長であるのは、サーゲント、サージェントの古名、軍曹の意が、召使いという意味を含むことから、全員が、ジェントリーの出身者であった、王室騎兵隊の歌詞官にはその章がふさわしくないと、された伝統を引き継ぐ、あくまでも名称のみのものであって、連帯専人五長が一等順位相当格であるなど、実際の階級はその職責に見合ったものとなっている。また、 ライフナーズ連隊にもない独自の階級故障として、ブルーズロイヤルズ連隊では少尉に対しコルネッツの故障を用いる。サンドハースと王立陸軍士官学校を卒業したヘンリー王子がブルーズロイヤルズ連隊に配属され、FV107 シミターの小隊長を務めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。